果、謎の卵を抱えていた。ユミエラ久しぶり。パトリック久しぶり。あ、その卵は何だ。私の子よ。誰との。冗談よ。ああ、冗談か。私って卵を産みそうって思われてるの。そうしているうち次第に愛着が湧いてきた。最初は便利なタクシーが手に入るぐらいにしか思っていなかったのだけれど。あ、また動いた。まだかな、まだかな。動きだけでわかる、絶対可愛いわ。パトリック見てみて。腕が。頑張れ、頑張れ。ユミエラが可愛いと言うならそれでいいが。あなたの名前はリュウよ。リュウ、部屋の中でブレスを出しちゃダメよ。今のもダメよ。おやすみ、リュウ。子供の成長は早いというが、これほどまでとは。私もされてみたい。ユウ、その辺でね。生きているだけで十分だと思っておく。ああ、なんですの、その可愛い子は。おお、エレノーラは動物好きだったか。意外だ。触ってもよろしくて。ええ。本当に可愛らしいですわね。リュウ、とってらっしゃい。おわ！そうか、リュウはネックレスの方が好きなのね。リュウ、行こう、空の向こうまで。見ててね、パトリック。あ、ちょっと調子に乗りすぎたか。保健室に連れて行く。え、いや、ユミエラの回復魔法を使えばすぐに。ユミエラはどこだ。パトリック、私はここよ。あ、ああ、そうか。